クオラムセンシングとは一部の新生細菌に見られる自分と同種の菌の生息密度を感知してそれに応じて物質の酸性をコントロールする機構のこと日本語では集団感知などと訳されることがあるクオラムとは議会における定速数のことを指し細菌の数が一定数を超えた時に初めて特定の物質が酸性されることを 案件が議決されることに例えて名付けられた。クオラムセンシングを行う代表的な細菌には、発酵バクテリアの一種であるビブリオフィッシュリーや、日より未完成の原因となる、緑濃菌が挙げられる。一部の生物では、他の生物個体の生育に影響を与える何らかの化学物質を分泌することが知られている。このような化学物質のうち、 特に同種の別個体の生物に作用するものはフェロモンと呼ばれ、昆虫などで個体同士の情報伝達に用いられている。細菌などの微生物でも同様に化学物質によって他の生物個体と情報伝達する機構の存在は古くから知られていたが、その多くは構成物質のように他種の生物に作用してその生育を阻害する物質であり、 同種間での情報伝達についての研究は遅れていた。クオラムセンシングはフェロモン様の物質のやり取りによって細菌が自分と同種の細胞が周辺にどれくらいの菌数密度で存在しているかの情報を感知しその情報に基づいて特定の物質の産生を行う機構である。クオラムセンシングはミクソバクテリア属やストレプトマイセス属の細菌で発見されたが その後、主に発酵バクテリアの一種であるビブリオフィッシュリーで、そのメカニズムの解明が進められ、緑脳菌の病原性との関連から研究がさらに進められた。クオラムセンシングによって産生される物質はその菌種によって異なるが、様々な酵素や毒素がクオラムセンシングにより制御されている。代表的なものとしては、ブイフィッシュリーの発酵現象や、 セラチアマルゼッシンズの作る、赤色色素、緑脳菌のバイオフィルムの形成などが挙げられる。クオラムセンシングさず、細菌密度が低い状態では、オートインデューサーの濃度も低く、物質の酸性があまり起こらない。渦、細菌密度が高くなると、オートインデューサーの濃度が上がって、クオラムセンシング特有の物質が酸性される、クオラムセンシングを行う細菌は多種にわたるが、 これらには共通の情報伝達機構が存在することが明らかになっている。クオラムセンシングを行う細菌は細胞内でオートインデューサーと呼ばれる物質を産生している。オートインデューサーは細胞内で転写制御因子に作用して特定のタンパク質の合成を促進する働きを持っているが自分自身の細胞内で働くだけでなく菌体外に分泌され、それが 他の細胞内に取り込まれることによって、その細胞にも採用する。少数の菌だけが生息している環境では、細胞内で合成されたオートインデューサーは、細胞外に拡散し、結果的に細胞内の濃度は低くなる。このためこのような環境では、オートインデューサーによる転写促進はあまり強く働かない。しかし多数の菌が生息している環境では、これらの菌が、 環境中にオートインデューサーを分泌するために濃度が上がり、細胞内の濃度も上昇する。このことによって、オートインデューサーによってコントロールされている転写が促進され、その濃度が一定以上になった時に特定の物質酸性が起きる。クオラムセンシングを行う細菌のうち、グラムインセイキ菌の多くでは、N アシル L。 ホモセリンラクトン類と呼ばれる物質がオートインデューサーとして働くことが明らかになっている。N ヘキサノイル L ホモセリンラクトンや NL ホモセリンラクトンなど様々な長さのアシルさがついたあるが菌種ごとに利用されている。なおあるの合成自体もあるによって促進され性のフィードバックを受けている。クオラムセンシングの機構によって最近は ある程度以上の菌数に増殖するまで特定の物質酸性を抑え、その後十分な菌数が確保された時点からその物質酸性を行うことで環境中での生存や増殖が有利になるよう利用していると考えられている。一個一個の細菌は弱いため菌数が少ない段階ではあえて目立った行動を起こさずに増殖を続け、 それが多数に増えて安定した増殖が見込める状態になったら、クオラムセンシングを行って、気を逃さずに一気に繁殖するという戦略を取っていると考えられている。緑脳菌やセラチアなどの病原細菌は、感染した宿主が健康な時には、病原因子を作らず、免疫の低下などによって、宿主の抵抗性が低下して菌数が増加した時に、 クオラムセンシングによって様々な病原因子を産生するようになる。このことがこれらの病原細菌が日より未感染を起こしやすい理由の一つだと考えられている。このためクオラムセンシングを阻害する物質によってこれらの感染症の予防や治療に役立てようとする研究も始められている。ありがとうございます。